ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृदङ्गमय आविराविर्मयेधि रुद्रायत्ते दक्षिणमुखं तेन मां पायि नित्यम्।神様、非実在から実在へ導いてください。無知の暗闇から知識の光へ導いてください。死から不死へ導いてください。我々の中にお入りください。お入りください。あなたの優しい顔であなたの優しい顔で我々を我々を守ってください。守ってください。オムシャンディシャンディシャンディアリオン。ओम शांति 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 हरि ओम।皆さん、おはようございます。तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युक्तच मयि अर्पित मनोबुद्धि मामे वश्यसे असंशयम्। चैप्टर 8 वर्स 7। अनि मामों स्मरण इंतजार আপনি তসমাত সর্বেশু কালেশু বললেন, ওইটা অন্য শ্লোক। When you asked me, you said তসমাত সর্বেশু কালেশু মাম অনুস্মরণ। Then, yes, this is the first line. Second line is ময়ি অর্পিত মানব বুদ্ধি মামে বৈশ্যসি অসংশয়ম। Chapter 8, verse 7.皆さん、おはようございます。三田村さん、はい、おはようございます。おはようございます。何を前ありましたか？バガバットギーターの8章の5、5、6、7、8の中の内容で、亡くなるとき普通の人は苦しんだり悲しんだり、愛する人のことを思ったり、執着が出て、神様の名前を唱えることができません。忘れてます。ですから、いつもいつも今から毎日毎日神様の名前を唱える習慣にしてください。そしていろいろな宗教、
イスラム、うん、キリスト教、あ仏教、うん、もちろんヒンドゥー教、うん、ヒンドゥーの中でもギャーナヨーガ、うん、バクティヨーガ、うん、それぞれマントラがあります、うん、そのマントラをこの前は話をしました、うん、で今日はそのマントラについてブラマーナンダジの話をします、うん、それからマントラ何のマントラそれも前言いましたですね、はい、いろいろで、これの例をいっぱい使いました。それから、そうですね。ブラマーナンダジのジャポンについて、これ、引用します。その話ありましたね。で、それ、英語でありますけれども、私少し、英語を読んでます。英語で読んでます。それから、昨日、シャンティさんに、私が頼みました、これの日本語の翻訳を読んでください。で例えば、5つあります。ジャポン、ジャポン、ジャポン。Even while you work, practice Japan.Keep the name of the Lord spinning in the midst of all your activities. If you can do this, all the burning of the heart will be soothed. Many sinners have become pure and free and divine by taking refuge in the name of God, have intense faith in God and in His name. Know that they are not different.これ一つあります。この翻訳を見つけました？はい。ああはい。どうぞ。永遠の伴侶の262ページ読みます。ジャパン、ジャパン、ジャパン。働いている時にもジャパンを実行せよ。主の皆を君たちの活動の中心部に置いて回転させ続けるようにしたまえ。うん、もしこのことができるなら心中のすべての興奮は収まるだろう。神の御名に避難することによって多くの罪人が清められ自由になり神聖になったのだ。神と彼の港に深い信仰を持ちたまえ。この二つのものは同一であるということを知りたまえ。終わりです。神様の名前と神様は違いません。ありますね。でそれの中にもう一つ何ですか。スピニング、スピニング、例えば知ってますか。スピニング、日本語で何があります。 Keep the name of the Lord spinning in the midst of all your activitiesジャポン、ジャポン、ジャポンの後、その次の何が、はい、中心部に置い、活動の中心部、真ん中に置いて、回転させ、回らせる、続けるって書いてあります。これが 何ですか？意味？回る、続ける。何の、服、スピニング。は？糸糸紡げる、はい、糸紡ぎのように、そう、これが別の言葉ありますか、使ってますか。それを回転させる、回転させる、はい、回させる。で英語ではスピニングがあります、はい、スピニングが糸車とか糸車、宝石もあります、宝石、それで例えば、私は見たことあります。例えば、ある女性たちは、スウェーター、ね、スウェーターを作ります。例えば、子供のために、旦那さんのために、ちょっと時間ありますと、そのスウェーターをスピニングします。見たことありますか？
少し時間、ある仕事、別の仕事真ん中、電車で行くとき、バスで行くとき、周り何も見ないで、それでスピニングしてます。見たことありますか？これとてもスキーなね、スピニングだって添えた、その感じ。そして、毎日少し時間ある間、これがスピニングしてます。その感じで最初に添えた。添えたで、添えたらわかりますね。冬の服。で、それを作ってます。見たことありますか？で、同じがスピニングです。あれじゃあ私やってます。はい。そうです。それありますでしょ？インドで結構あちこち結構見えます。女性たち、例えば電車で行くとき、バスで行くとき。ナウェデンズでしょ？私見たこと、前結構見たことあります。そう。それから、これ一つは、ジョポンも同じ。ね、仕事の間、例えば仕事の中にも、そうしてください。それから、もう一つあります。The chanting of the name of the Lord purifies both the body and the mind. Have intense faith in the power of God's name and meditate on Him. If you chant His name,All your bonds will be broken and you will become fearless. You will find immortality.、どうぞ。272ページ、ジャパムの道は最も楽に実行できる道である。ジャパムを絶えず行じていることによって、心は容易に平穏になり、落ち着きを得、ついには神に溶け込むであろう。終わりです。ありますね。それの前も一つありますか？ The way of Japam is the easiest path to follow. 一番簡単。By constantly performing Japam, the mind can easily be made calm and steady and finally it will lose itself in God. どうですか？今それを読みました。それ読みました？はい。それで、The chanting of the name of the Lord purifies body and mind. それは何？四つありましたでしょ？はいはい。That is second one, right?セカンドワンが今さっき何言うんでますか？あ、オッケーオッケー。わかりました。今、Now, third one。はい、ごめんなさい。279ページ。先ほどマハラジが先に言ったものですね。神の皆の朗唱は、体と心の両方を清める。神の皆の力を深く信じて。これが、Chanting of the name of the Lord purifies the mind of Yes, yes. Mind that one. That one. ですけど、もう一つあります。The way of Japan is the easiest path. Yes, yes, yes. I read before. 違う。多分これも見てみてください。Read. Okay, okay. That one ですか？もう一回。はい。はい。Japan の道は最も楽に実行できる道である。そうです。ジャパムを絶えず行じていることによって、心は容易に平穏になり、落ち着きを得、ついには神に溶け込むであろう。OK。それでもう一つは、Those who complain of lack of time. Now, in performing Japam and meditation, sufficient time and favorable conditions are important.Certainly. But those who are inclined to practice spiritual exercises will do so under all circumstances. Those who complain of lack of time or suitable place can never make any progress in this life. Cultivate the habit of constantly remembering God, whether you are idle or engaged in work. Those are.314ページ。ジャパムと瞑想を行うには、
確かに十分な時間と好ましい環境とは重要である。しかし、修行をしたいと思っている者は、どんな事情のもとにあってもそれをするのだ。時間が足りないとか、ふさわしい場所がないとか言って嘆く者は、この人生では決していかなる進歩も遂げることはできない。怠けていても働いていても常駐神を忘れないという習慣を養いたまえ、うん、でさっき読んだ永遠の判例のいろいろ部分からと引用しましたね。それを合わせて何が何がジャポンの結果結構シャミブルマンの字は説明しましたですね。これをまとめますと、で前から言いましたね、ジャパンの良い結果は何ですか？ね、三田村さん、ありましたね、ちょっと数えてください。一つは、はい、例えば心のコントロールはできます。はい。なぜなら心いつもは落ち着かないの状態です。どのように落ち着かくになります。それが、ジョポンの一つ大きな方法です。そう、一つが心の正義を。一つ。次、はい、あけみさん、数えてください。これ1。あ、じゃあ、次。はい。どのように、はい、例えば、否定的な考えは、無駄な考えは、それから、うん、危ない、汚い考えは、抵抗します。それの方法は、ジョポです。はい。で、これが何が ?2。はい。あ、じゃあ、感じ、はい。感覚のコントロールです。あ、じゃあ、一つ、感覚のコントロール一つ言いなさい。落ち着かない、はい、落ち着かくなる。これ一つ、はい。はい。もう一つはどのように、例えば抵抗します。否定的、無駄な考え、否定的な考え、無駄な考え、危険的な考え、ね、関係ない考え、どのように抵抗します。我々いつもはこれは問題でしょ。でそれはジョブしますと、それを抵抗します。はい。肯定的な方法です。2、ね。今見は3ですね。これから3。3番、例えば何ですか？トマスとラジャスの我々の心の中にこの2つ性質ありますね。トマスとラジャスが結構多いです。どのようにそれを変化して、そっとになります。それは我々みんなは、これ一つはチャレンジですね。今、みんな、そっと的になりたい。そっとになりますと、霊的になります。一緒ですから。で方法が何ですか？それ方法が、ジョブ。ね、ジョブしますと、で、それの結果で、我々はトモスとロジャス的な性質は、そっと的になります。それから、それは何番？どれぐらい数？ミスでしょ？ 3ですね。はい、3です。何がこんなの？あ、じゃあ次は、どのようにはこれ潜在意識をクリーニングします。きれいします。それありましたね。三田村さん、その話ありましたね。潜在意識はどのようにクリーニングします？ありました、ありました。はい、じゃあそれもジョブの影響でだんだんその波動は潜在意識に入って、それをクリーニングします。それから第何ですか？第4。第4ですか？それから次は何ですか？もう一つ前にいませんでしたけれども、今います。コルマの結果、我々ですね、皆さん、輪廻に信じてますから、生まれ変わり、何回も生まれます、います。で、
そのことをいろいろ知ってます。前世の悪いカルマの結果、根性、例えば前はそれをこれ経験のなかったら、根性に前世の悪いカルマの結果を何がこれ経験のしないといけないんです。ですね。そしてどのように前世のカルマ、根性の前の悪いカルマの結果はどのようにこれ小さく、ね、小さくなります。それの方法ありますか？なぜなら前のカルマの今結果コントロールができないですね。終わりましたから、今結果だけは経験しないといけないですね。それはですけれども、どのようにそれ小さくなります？ホリマダンのありましたね。そのホリマダンの書外の中に、で何があります？神様の名前で悪いのカルマのもし大きいの可能性、大きくなるの可能性あったら、それで神様の名前で結構小さくになり、なります。ありますな、そのこと？ありますでしょ？それもジョポの一つ結果です。前の前世と根性の悪いカルマの結果、それで皆さん結構これがストレスありますでしょ？例えば罪ですね、しましたから、何が問題では、何が大きいな、後で困ります、わからない。ですから絶対出ます。出ますけれども、神様の恩寵でとても小さくになります。大きいな、例えば、傷つける、ね、大きいのカット。これ何だと、例えば、大きなカットですね。例えば、体のある部分の大きなアクシデント、事故の可能性があります。とても小さいになるの可能性ができる。神様の恩寵で。それがどのように出ます？できますか？ジョポです。ね、神様の名前を唱えますと。そうです。それがもう一つ。それが何番？これ数がどれぐらい？今5番やりました。ナンバー6です。ナンバー5 finished. The next one is number 6 next.Next じゃない。Now is 6. Now is 6. 今5ですよ。1はここに。ああ、そうそう、sorry. 1は汚いから。Next 6. sorry. あ、じゃあ、OK。So、これから6ですね。あ、じゃあ、6は、神への愛、どのように増やします。それもみんな混乱です。見たことない。ね、会ったことない。で、そのものを、その存在をどのようにこれ愛するはできるは、どのような神への愛を増やすことをできる。それを3つも困難なことありますでしょ。見たことない、会ったことない、ね。写真だけ見てます。それも方法も1つはジョポです。皆さん説明もいらない。それは分かります。それからもう1つはありました話。これ寂しい、例えば手伝う人誰でもいない、恐れ、例えば病気の時ね、それがどのように私はサポートができます。普通の人はサポートができないんですね。そのようにどなたは助けます？それは神様。神様のサポートができてます。私の周り神様います。その気づきは神様の名前唱えればそのイメージが出ます。ですね、私一人ではない、神様います。それも状態は神様の名前唱えればその状態、そのイメージが出ます。ね、これもう一つはジョポンの結果です。それからナンバー6ですね。これからナンバー7ですね。ナンバー7、例えば、とても大事、それ言いました。瞑想の時、どのように集中します。ね。それありましたね。それ皆さんの希望は、これ瞑想の
畳に座りますと、瞑想を始めますと、すぐ我々は集中ができる。集中ができたらいいです。よかったです。集中は欲しいです。集中して神様のことを考えたい。その希望ですけれども、希望を持ってますけれども、本当は実際にできないんです。できてないんです。それの大きな原因は、これなぜなら我々は、これ、毎日、他の時神様のこと全然忘れてます。瞑想の時だけ神様のことを思い出したい、覚えたい。それが難しいです。ね、その時も仕事のこと、別の接続的なことを思い出します。前はね、私自分の、ね、そのことを言ってます。前はいつも我々のアンダースタンディング、私は理解は、たとえ心は落ち着かないですから、で、瞑想の時、落ち着かない、どうして心はいろいろことを考えています。例えば、スケジュールのこと、好きな人、嫌いな人、ね、いろいろ心の中に出てます。それ、結論が心は落ち着かないですから、瞑想の時、集中して神様のことを考えることができない。それ、いつも前は考えてます。考えてました。もちろんそうですけれども、もうちょっと基礎的な原因がこれです。さっき。なぜなら、他の時、いつも神様のこと全然思い出してない。そして、瞑想の時、神様のことを思い出すことはできないんです。それが基礎的な原因です。心は落ち着かない、それだけで、本当はこれ説明はできないんです。どうして瞑想の時集中はできない？それの説明は、心は落ち着かない、それだけで説明はできないです。本当の原因は、それももう基礎的な原因がそれです。他の時、いつも、ね、30分の20分以外、毎日他の時間は、いろいろ仕事をやってます。いろいろことを考えてます、ね。寝てます。食事してます。神様のこと一回も思い出してない。一回も。絶対は、これ、きちんとほとんど忘れてます。ですけれども、ある希望は、瞑想の時、主張して神様と考える。それが無理です。そして神様のことをもし何回も何回もジョップします。思い出すと、それは瞑想ができます。それが how many numbers? H. え?8番。8番。はい、それで、最後は、前、さっき言いました、前のクラスの時、remembering は、例えば、なぜなら、亡くなる前、我々の亡くなる前の考えの影響で、これ、来世、それが来世、来世を何がこれ来世が何の命で生まれます。それも影響あります。そして本当これ何が亡くなる前神様のことを思い出したいならその時それでプツは難しいです。その時神様の名前は思い出すはとてもとても無理みたいです。なぜなら前説明しますとどうしても無理みたい。そしてそれのために前からもし habit、ね、habit of repeating the name of God, Japan, Japan habit. それだったら by the sheer force of habit, それで一つも知ってますか自然でその時神様の名前ね。大変ですけど、その状態とてもとても大変ですけれども、自然で神様の名前は出ます。で、それもう一つ。そう、全部で、結果は何ですか？ジャパンの結果？どれぐらいになりました？心を所持します。え？ 9、9。9です。9。日本語で一つ言葉ありますね。一石二鳥目。二鳥。
はい、一石二鳥。一石二鳥。例えば、by pelting one stone, you kill two birds. Now, how many birds you kill? By,九でしょ、So, 一石九鳥。九鳥。一石九鳥。Just by doing japa, you can fulfill your nine purposes of life. By just doing one yarikata, japa no yarikata de saki nasne, isseki kyucho. Isseki kyucho. Japa wa isseki kyucho.ですね。ねえ、スリチョイタンの名前の名前聞いたことありますね。スリチョイタンの、チョイタンのデーバ、福音の中にありますでしょ。ベンガール、またベンガールに生まれた、これ、とても有名な聖者、ね、スリチョイタンの。スリチョイタンの、もう、これ、サンスクリット語で少し参加作りましたですね、参加。それの中に一つは参加。で、我々ジャパンの関係でとても大事。その参加は何ですか？その名前は、スリチョイタンナ、もしインターネットにある可能性もあります。その参加の名前は、シクシャーシタコム。シクシャー。アシタカム。シクシャ。見えますか？はい、見えます。シクシャアシタカム。見えますね？シクシャアシタカム。シクシャは何ですか？教え。アシタカム8。8個。それ、8 teachings of Sri Chaitanya。それの中に8 verses of teachings composed by Sri Chaitanya。それの中に、あなた、ちょっとよければ、翻訳全部ありますと思います。インターネットで見てください。一緒に、シクシャーシタカム、ね。シクシャーアシタカム。合わせますと、シクシャーシタカム、シクシャーシタカムですね。シクシャーシタカムの中に一つあります。ナムナムカーリ、ボフダニジャサルバサクティ、スタッタルピタ、ニアミタスマラネーナカーラハ、エタドリシタバクリパ、バガバン、ママピ、ドゥルドイバミドリシャムイハジョニナーヌラーガハ。何が言ってます？翻訳。神様、あなたはすべての力はあなたの名前にあげました。入れました。ね、あなたのすべての力、性質をあなたの名前に入れた。OK ですか？皆さん、理解できました？次は何ですか？タッタニジャサルバシュッティオルピタチャ。それでは次は、スマラニカーラナニアミタ。神様の名前唱えるの決めた時間ない。意味は何ですか？いつでもできます。いつもできます。わかる？例えば、あるときだけしてください、あるときしない。何もない。いつもできます。で、我々いろいろ、例えばスケジュールありますでしょ？その時間、その仕事のためにその時間。その仕事のためにこの時間。それがスケジュールの意味はそれではないんですか？ね？食事の時間、
それから寝るの時間、ね、歩きの時間、ニュース、例えばインターネット見るときの時間、みんな決めてますでしょ。ですけれども、神様の名前唱えるの時間、ジョポンの時間、ないです。意味は何ですか？いつでもできます。つまらに、カラのニオミタハ。そして、イタドリシタバクリパ。So you have so much grace. あなたそれぐらい恩寵ありますけれども、ママオピイディシャム、ドゥルドイバム、How unfortunate! How unfortunate I am! Unfortunate たては何ですか？運な人ですか？運な人？運の、え？運の人？あ、運な人？え？Unfortunate, of course. Unfortunate is a 不運. Fortunate is a 運. Yeah. So, fortunate is 運. Yeah, 運のある。Unfortunate is 不運. そうそうそう。それ不運な、そうそう。不運な人。ですね。不運な人。So, how unfortunate I am.どれぐらい私は不運な人です。どうしてあなたの名前は私は唱えてない。あなたの名前は私は好きではない。ね。So how unfortunate I am. で、それでスリ・チャイトンヤ・デヴァの、ね、そのが一つとても有名なシクシタアシタカムの中に一つ。これ参加です。ですね。と、我々は今は、さっき言いました。何が、バグワッドギターのもありますか ?Your zone, you always remember, do your duty,、but you should always remember me. これ、発祥の7節見てください。発祥の7節。バガヴァッド・ギーター8章の7節。107ページです。ああ何があります？タスマッサルベーシュ・カーレーシュ・マーマヌ・スマラ・ユッダチャ・マイヤル・ピタ・マノ・ブッディッ・マーメ・バイシャッサ・サンシャヤム。アケミさん、どうぞ翻訳読んでください。はい。ゆえに、君は、いつも私のことを思いながら戦いなさい。OK, OK. それが十分です。So, タスマーサルベーシュカーレシュマーム・オヌスマラ・ユッダチャ。もう一回言ってください。ゆえに、君はいつも私のことを思いながら。いつも私のことを思いながら。それが何ですか？ジョポです。いつも思いながら何か瞑想できないんでしょ？礼拝はできないんでしょ？何ができます？ジョポはできます。心でですから。心で唱えますから。そして、マーム・オヌスマラ・ユッダチャ。これがとてもとてもバグワッドギターの、これが自分です。バグワッドギター、これだけ。皆さん、カズシャだけではなく、お坊さんのために。マムスマラ・ユッダチャ、ユッダはオルジュンについて戦い、我々について我々の仕事です。ね、と仕事しながら私のことをいつも思い出してください。それが教えではないですか？それだけ我々実践しますと別の実践の時間もいらないではないですか？もうどれぐらい時間があなた必要ですか？時々ね、我々文句してたのは時間がない、時間がない。あなたは8時間ぐらいもし働いてますと、ただ8時間はあと我々は
これマーモニスモのそれの霊的な実践も8時間でしょ、一緒ですから。え、三戸丸さん、8時間我は仕事の時間が何が8時間9時間10時間8時間え8時間働きます。2時間8時間働きます8時間と8時間もしその間そのようにね、杉下のその教えもし我を従いますと、で8時間の仕事 is equal to 8時間の霊的な実践です。と8 hours、ね、霊的な実践の8 hours、もういっぱいではないですか、ね、もう別の時間が必要ではないです、そのことが。とすまつさるべしゅかれしゅまんおぬすまらい。これがとても大事。で、この、ね、この、これ、節数の2つラインの最初のラインだけ、で皆さん覚えてください。本当はサンスクリットで。ね、とすまつさるべしゅかれしゅまんおぬすまらいゆっどちょ。それをとてもとてもバグバディタのエッセンスみたいです。バグワッドギター、それは我々もできるだけ我々も実践します。みんなお坊さんもそのことを実践します。なぜなら我々普通は森に入って瞑想しててないんですから、我々も仕事いっぱいありますでしょ、毎日毎日。そしてこれがとてもとても大事です。でバグワッドギターはいっぱい話しました。オールジュン・スキシノはこれ、一つ節の半分で全部言ってます。霊的な実践。で、タスマーサルベーシュカーレーシュ、マーモヌスマラ、ユッダチャイ、オヌスマラ、オヌスマラ、オヌスマラ、ミス。いつも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 覚えてください。覚えながらしてください。で、今はどのように朝から夜まで、ね、どのように我々は神様のことを思い出します。ね、今はその話。どうぞ、例えば、サラリーマン、普通のサラリーマンのことをイメージしてください。OK、例えば、ね、皆さん、サラリーマンと主婦、大体結構、本当は結果として同じことです。みんな仕事をやってますからですね。と、考えてください。毎日のやり方、毎日スケジュール、朝起きます。で今、本当は今、どのように今までずっと話、ジョポンについていっぱい説明しました。何が結果、それをしました。いつも実践が必要でそれを言いました。ですから、どのように実践します今、この話です。OK。で、今、また別の言葉でどのように神様のことをいつも思い出します。さっき、マーム・オヌスマラ・ユッダチャ。その中に一つはジョブ。もちろん、大きいはジョブ。と、例えば、毎日何回ももう一回言います。今の話の何が言うことは、毎日どのように何回も何回も神様のことは思い出すことができる。それの話。言ってください。ね、三田村さん、はい、これから話は何ですか？実践的に仕事の中でどのように神様の名前を唱えるか、何回も何回も唱えるか。OK、もう一回言います。ちょっと、もちろんそれはあります。うん、毎日、朝から夜まで、どのように神様のこと何回も何回も思い出すことはできる。ね。ジョブその中に入っています。大事なポイントは神様のことを思い出す。さっき、バグバディさんありますね。ね。思いながら。ありますね。そして私の思い出す。それの中にジョブ。一つやり方あります。そして、皆さん分かりますか？今の話の内容は、毎日、例えば朝から夜まで、どのように、how、
神様のことを何回も何回も思い出すことはできる。三田さん、OK ですか？ OK、大丈夫です。わかります。で、それをイメージしてください。あ、じゃあ、その覚えて、今、毎日のスケジュールは考えましょう。例えば、寝ますですね。寝て起きます。それ例外ないです。みんなそう知っています。起きて、自分のベッドの隣に一つ神様の写真、小さい写真、自分の決めた神様、好きな神様、自分の好きな神様の化身、どっちでも、チョイスがいっぱい、どっちでも自分の置いてください。一番最初は、他のものを 見ないで、他の人の顔を見ないで、神様の写真を見てください。皆さん、ちょっと今から聞きながらメモした方がいい。後でもう一回、なぜなら、もちろん YouTube でアップロードしますけれども、私の言うことは、助言は今メモしてください。聞きながら。で、一つは何ですか？これ朝起きて神様の一つ写真、小さい写真、枕の隣置いて、起きて一番最初はそれを見てください。それのインパクトは潜在意識に入ります。そのバイブレーション。あ、じゃあ次は何ですか？それをできたら、その時起きた後何回もちょっとジョップしてください。神様の名前。例えばラモクシノ、ラモクシノ、ラモクシノ、ラモクシノ。続けた方がいい。もし続けなくても構いません。少なくても5回や6回、ね、ラモクシノ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 。で、心で唱えてください。それの次は、例えば何ですか？これ、理想的な信者の毎日スケジュールは、ちょっと瞑想のために、ね、例えば目をもちろん、例えば、ワッシュして、口といろいろワッシュして、ブラッシュして、で、それは何が瞑想のために座ります。その時、瞑想の時座りますから、もちろんその時、神様のことを思い出します。その後何ですか？朝ごはん。朝ごはんの時、一番最初は、神様に、例えば食事を、食べ物、飲み物をお供えしてください。心で。それで、我々はモントロと唱えます。ブロムハーポノン、ブロムモビ。ありますね。それから、その時、神様のことを、ね、覚え、神様に捧げて、心で、それをお下がり、食べてください。ですね、食事ではない。食事ではない。食事はお下がりです。全然違う。私は食べます。私はお下がりを食べます。ね、私は朝ごはん食べます。私は朝のお下がり食べます。イメージとして違いませんか？そしてお供えしますと、それお下がりになりますでしょ？お供えしないと、神様の心で、プツご飯ご飯になります。あれ、神様にお供えしますと、神様は自分の心の中にいますから、神様は絶対わかりますでしょ？で、私にこれお供えしました。お供えした後、食事になって、普通の食事ではないんで、その時、お下がりになります。お下がり食べますと、体、心、清らかになります。ですね。と食事の後、例えば何ですか？それから、仕事のために出ます。出る前、また神様に一回、もし祭壇あれば一番、その祭壇に入って、で、プナムして出てください。ですね。もし車で、あなたたちは連れて行きます、駅までその時、神様のことを何回も、ジョプしてください。ラモクシノ、ラモクシノ、ラモクシノ。そうしないと、バス停まで、駅まで、
行くとき、歩きときも何回ラモクシノ、ラモクシノ、ラモクシノ唱えてください。そうしないと、プッツの状態考えて、いろいろ心の中にいろいろ考えてますでしょ。何が仕事でます、昨日が何がありますか。絶対いろ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 考えてます。そうしないで、ラモクシノ、ラモクシノ、ラモクシノ唱えた方がいいではないですか。で、また、バス停に着きます。駅に着きます。すぐ電車来ない、すぐバス来ない。ちょっと時間も経ってます。その時に、もう一回、ラモクシノ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 。そうしないと、何ですか？目をあちこち、あちこち、ある人、前の人、何をやってます。それが、いつもバス何時に来ます。バスと時間の、本当の時間に来ます。電車本当の時間に、バス何時に来ます、電車何時に来ます、あまり考え無駄であるでしょ。いらないです。ですけれども、心はそれが、それを考えが好きです。そして、心の結構、心を、今はあなたはジョップしてください。それも何回もです。例えば、考えてます。6回。ラムクシノ、ラムクシノ、ラムクシノ。ラモクシノ、ラモクシノ、ラモクシノ、自分です。あなたずっとね、唱えます。今ちょっと難しいです。今そのイメージしないでください。今は5 times or 6 times。それ一つそのイメージしてください。私は少なくても5 times or 6 times、5回、6回ぐらい神様の名前唱えます。とりあえず。で、電車に入ります。バスに入ります。その時、また、例えば、いろいろ、その時朝、何か、インターネットいろいろ見ないで、神様の本、今、アップロードしてますね、みんな何が。これ、何があります？これ、何言ってます？それが、ノートブック、ノートブック何ですか？何言ってます？ iPad。それも、でも構いません。本、本当は紙に例えばポケット版、ラムキシの福音のポケット版。その種類小さい本持って行って読んでください。もしよければ何が時々何がこれディボーショナルソングス、神様の歌も聞く。そうしないと、例えばもし寝ます。もう一度何がこれ別の普通のやり方。あ、そうしないと今インターネット。例えば携帯、何がメッセージ来ます、何がアドバタイズメント。そうしない、そうしますとまた心は何がもっと落ち着くのを接続的になります。そしてその時、また、ね、書きました神様の本、例えば神様の歌聞く、神様の本読む、それどっちでもその感じで神様のことを思い出します。それからオフィスに着いたら、オフィスに入って、地獄の場所に入って、その時一回神様のことを考えます。神様はそのことをジョブしてください。オフィスに入って、例えば主婦は、ね、例えば主婦のためにオフィス、仕事の場所は何ですか？台所ですね。そう、台所に入るとき、台所に入るとき、何回もラムクシノのことを、ラムクシの名前唱えてください。ラムクシの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 ホリマダ。マダー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 。ですね、マダーもアンナプールなんですからね。で、それを我々教会の皆さん知ってる人います。もちろん。で、我々教会のね、台所の、なんか台所にホリマダの写真はこれ我々飾ってますですね、あります。で、その時、思い出してください。それからあと、仕事の中、時々もちろん少し休みますね。少し自分の。で、休みの時もう一回これ、だけではなく、ランチの時、また食事でます。ティー飲みます。それティー何でも飲むと、飲むの前、絶対心で神様にお供えしてください。お供えしますと、その感じで神様のことを思い出しますでしょ。何でも、ティー、コーヒー、水、全部、飲み物、ね、食べ物、食べ前、
だってめぐみ福田さんに今何かちょっと飲んでましたみたいですね。でそれも飲む前、それもちょっと神様にお供えします。So、make it a habit. 習慣、habit? 習慣でしょ、so、make it a habit. それで時々あなた無意識で それが本当に出ます。しますですね。無意識で。それぐらい習慣。それのために最初は意識で実践してください。で意識で何回も実践しますと、無意識でそれ出ます。ですね。それから、オフィスの時に何回もティーを飲みます、コーヒー飲みます。何回もその時、心で神様をお供えして飲んでください。でそのことで神様を思い出しますでしょ。それは方法ではないですか、ね、神の思い出すの一つ方法ではないですか、ね、でその時、あたで神様とおったら、ただランチの時、行ってまたランチの食べる前、また心でお話ししてください。Here I have one question. This question may come to some other's mind also. That we practice offering what we eat and what we drink. Now, in the Bhagavad Gita, it says, Pachan Pushma Paranthi, you are bhaktya prayachan. With devotion. Now, every time it may not be done, I may not be able to do it. Okay. Sorry. Does it? それで、もちろん今、これ前は、隣にお庭もはし割ってますからですが、例えば何信仰を持って、多分尊敬を持って、ですけれども、私に言うことはそれもとてもいい。ですから今最初はそれを考えなくても、like、メカニカ、ミシンみたいなものは大丈夫です。あなたは最初してください。後でもろもろ出ます。そうで、それの後は、またオフィスから戻るとき、もう一回神様のことを名前で神様のこの仕事は神様にお供えします。それはありますでしょ、バグワディは何回言いますね。毎日の仕事を神様にお供えしてください。捧げてください。ありますでしょ、全員のカルマの結果。でその感じでオフィスの出る前、処してください。それから、うちまた同じ、帰るときも、行くときも一緒、帰るときのやり方も一緒です。電車にないね。電車で戻るとき、バスで戻るとき、で、また家に戻って、またもう一回、ね、一番最初は、ね、祭壇に入って神様にプナムしてます。で、それの後は何ですか？それを、例えば皆さんのいろいろやり方あります。例えば、晩ご飯食べます。晩ご飯を食べて、なんかお風呂に入ります。それもとても大事な一つ時間、お風呂。皆さんその時みんなリラックスしてますね、お風呂。リラックスしますと体はリラックスだけでなく心もリラックス。心のリラックスの意味は心でいろ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 ことを考える。それが心のリラックス。でいつも心のその考えの内容は何ですか？いつも世俗的なことといろ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 ことありますから。で、これは自由で心を考えますと本当はそれいつもいいものではないの可能性があります。でその時、また少なくても6 times のお風呂に入って、ラムクシノ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 、言ってください。私もできるだけそれ実践してますでしょ。そしてお風呂に入って、お風呂に入って、してください。それの後は、また、例えば何、自分でちょっとリラックスして、本を読みますと、テレビを見ます、問題ない。で、また寝る前、同じ。寝る前、絶対ラムクリシュナ福音、その古い本、ね、読んでください。で、また寝る前、もう一回神様の顔を見て寝てください。寝る前の時間、起きた後の時間、とてもとても大事です。我々のそのやり方の影響は我々の潜在意識に入ってます。ね、その種類やり方の、わかる？朝、起きた後、あり夜寝る前。その時、心の状態は、とても何ですか？difficult to explain. So, きちんと何も考えてないです。心とても浅いの状態ですね。その時、我々はその種類何が波動を作ります。だと霊的な波動。
は自分で作りますと、でその波動が潜在意識に入って潜在意識をクリーニングしますとスピリチュアルになります。それのためにとてもとても大事です、ね、寝る前寝る後、まあ、寝た後でその感じで我々は毎日もし何回も何回も神様のことを思い出すと、さっき言いました何が一石九鳥、それができます。それのやり方、そうです。ですけれども、みんな just try してください、ね、try しないと、実践しないとこの話が無駄になります。あなた結果も何も出ないです。もし自分は本当にシリアスです。Like you, serious spiritual life。それのためにとても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 大事です。ですね、そのやり方。ですから、実践の時何が問題出ます?皆さんどうですか?理解できました?やり方は朝から夜までどのように神様のことを思い出します。それの我々は方法は自分の経験で、自分もね、いろいろ言い方で皆さんもシェアしました。ですから皆さん、もし本当はシリアスになります、シリアスになりたいな、霊的な、実践、例えば幸せ、本当はそれがあんた自分のその状態を何、自分のために作りたいなら、実践しないと、聞くだけで何も結果出ないんです。あ、今の私用の、ね、私はね、我々いますね、いろいろやり方。それが難しいですか?それを我々ね、我々はいろいろ、例えば、いつ何が、例えば6回だけ神様の名前唱える。これ、例えば、シャキマスター。で、例えば、電車に行くとき、お風呂に入るとき、難しいですか?実践ので言ってく、私本当は聞きたいで、皆さんから私の意見を聞きたい。何がもしそのやり方のもし反対考えあったら、あ、難しい。何が難しい、本当聞きたいで、そうしないと何があまり何が、うん、この話は無駄になりますから。そして皆さんは No, I'm listening. そしてあなたもしもし何がこれもうちょっと説明欲しいだったら、どうぞ何があと、そのそういう実践の障害、あ、問題、何が可能性ありますと、どうぞ言ってください。手を挙げて、アンミューして言ってください。私のイメージでそれはできると思います。ですけれども、あなたの皆さんのためにですから、皆さんの本当何が、そのそういう実践の何が問題出るの可能性ありますか、何がちょっと知りたいです。あったら私も考えますでしょ。あ、三田村さん、どうぞ。これをやろうっていう気持ちがあって、やるときに忘れてしまいます。OK。また思い出します。OK。で、我々やりたいですけれども、忘れてます。それが一つ。実践的な問題。また別のありますか?あ、マハラジ。はいはい。今、一日の、スケジュールで教えていただきました。うん、これを、一つずつ、一日、これを全部、一日でできるようになる自信がありません。一日に例えば朝、ベッドサイドの神様の写真を見てジャパをする。それを例えば1週間頑張って続けてみます。それができたら次のっていうふうにしてもいいんでしょうか。あなたは最初から 100% のイメージしないで 50% できますか?頑張ってみます。
そして大事は頑張るの関係ないんです。大事は、例えば、ベッドの、ね、先の枕の隣、神様に写真はずっと置いてますと、何やそれのために頑張るの何が関係ありますか。神様の写真の重いですか。それ多分5キロぐらい重いですから、別の場所から向こうに持ってます。それが大変ですから、頑張ります。それ頑張る分かります。ですが、神様の写真は重くないですよ。そして何が頑張るの可能性ありますか。ちょっと分からない。え、ベッドの縦や枕の隣にずっと神様の写真を置いておく。何が頑張るのことありますか。と三田村さんの先ほどの質問。それ最初、あなたの質問。はい。あなたがそれから頑張りますの、例えば写真を置いていく1週間、はい、1週間の後をまたできたら、そして私言ってます。で、写真の、例えばですね、枕の隣、神様の写真置いておく、ずっと置いておく。はい、それはできます。それはできます。もちろんできます。何が問題です。できる。その時に、それからちょっと待って。あります。ありますと、次は何ですか？見る。朝起きて見るですね。で、本当は別の写真ないですから、自然でその目を向こうに向けませんか？別の写真あったら、もちろん、ちょっと何が忘れるの可能性あります。その写真以外別の写真がないですから、自然で目を形を見たいですでしょ。それで自然で向こうに行きませんですか。目。それ何が頑張るのことありますか。頑張るのことありますか。一つだけ写真を置いてます。自然で起きた後絶対その目を向けますから、頑張るのことは何もないです。そのため1週間の音頑張って実践して、もしできたら来週、それ、そうします。それはあまり、ちょっと考えてください。考えますと何も問題ないです。ね？で、それから、あなたそこまでちょっとできますか？神様の写真置いておくできますか？できる？ OK。それから始めてください。で、また同じ夜寝る前、同じこと。で、前からずっといてますから。で、寝る前またもう一回見るが、難しくないでしょ？難しい？難しくないです。難しく。そしていっぱい頑張る。例えば、お風呂の中に入って、いろいろ考えてもらって、よく考えてください。で、その時、10分、15分、みんなバラバラ。その中に、ラムキシノ6回唱えるが難しいですから、それのためにいっぱい頑張らないといけないんですか？え？頑張るのことは何がありますか？ある？ないです。そして、一つずつ取ってください。食事の前。食事の前、神様に、ね、お供えします。忘れのかと可能性あります。理解しています。で、頑張るのこと何があります。ね、三田村さん言ってます。忘れてます。OK。それができます。可能性あります。ですけれども、あまり頑張るのことない。大事は気づき。思いね。いつも。それのために、知性。知性はチェックします。Buddhi。Buddhi will check whether mind is doing its duty。ね、決めたね、我々やり方は心をやってます、or やってません。それを、Buddhi をチェックしてください。それは、良心です。ね、良心心でチェックしてください。やってます、or やってません。それだけです。別の何も大変なことを頑張る。何もない。何もない。
一つだけ問題あります。忘れます。あ、時々したくない。心その時々その考えも出ます。したくない。その時を利用し、心でそれを言ってください。な、しないといけない。その実践があなたのために大事です。あなた、私はあなたの主人です。召し使い、あなた、私は何か持ち主です。あなたは私のことを聞かないといけない。その感じで心を命令してください。どなたを命令しますか？知性。前言いましたのバゴバッギタ、ブッディ、そもそもアトマーノム、アトマーノム、心でありますね。バゴバッギタの末言いましたでしょ？知性は心をコントロールします。ありません？そのことです。実践の時。ね、知性は心と感覚をコントロールします。それが一つ例でしょ、エグザンプルでしょ。三田さん、わかりました？ So, always think like that. 同じ。あなたとあなた心は違う。ね、ですけど、心を助けないといけない。心を本当実践しますからね。心のコーパレーション、必要です。ですけれども、それもチェックしないといけないんです。それがチェックがブッディします。そうしますと、大変もできない。大変頑張る。その考え出ないでしょ。ですけど、最初から 100% 実践します。そのイメージでプレッシャーしないということですね。できるだけやります。そのことをイメージして実践してください。どうですか？できるだけ。で、最初は多分、40% できます。もうちょっと実践しますと 50%。もうちょっとできたら 60%。その感じで進みます。なぜなら幅跳び、高跳びないですから。そのようにしますと、最終的に絶対あなたは何か変化はできます。自分の人格は変化はできます。大丈夫ですか？今日はここまで。実践しましょう、皆さん。But Maharaj, one thing it was coming to mind. I wonder whether I should ask you or not. About Japa, you said about so many things, huh? Japa. Shall I? Okay, maybe next time. So, Jika, maybe all of you. So, if there, moshi, shitsuman aftara, mata next class, subi no class no tegi, itte kudasai. Desu ne, nani, totemo totemo daiji desu kara. Sono youni, warior henka wa dekimasu. Jinkaku no henka,ロジャース・トマスが変化、ショットに変化する。例えば、全部我々はトランスフォーメーション・オブ・パーソナリティ。人格の変化の方法がジョプです。毎日神様のことを何回も何回も思い出す。それが方法ですか。それ皆さん、ね、やってみてください。ありがとうございました。ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ तत्सत्श्री राम कृष्णार्पणमस्तु